福島医療専門学校は、学校法人福祉会が運営する福島県郡山市にある、専修学校。柔道整復師、針子休止、歯科衛生士の養成学校。一部定員40名、二部定員40名、重生科、新級科、歯科衛生士科ともに3年間21世紀を迎え、生きがいのある、福祉に満ちた長寿社会の構築を目指し、 いは人術であるという精神のもとに、交渉の教育をもって、医療社会に貢献できる、人間性豊かな人材を育成することを目的と、する。1、医療に奉仕する心を持つ人間を育てる。2、自然を敬い、生命の尊厳を重んじる人間を育てる。3、専門分野だけでなく、人間性豊かな人材を育てる。1、深い教養と諸能力を追求する。 創造教育グローバルな時代の中で高い次元からより深い哲学的教養を養い文化を創造する能力を育てる。二、倫理観と向き合い人間愛にあふれる技術教育移動を極めるにふさわしい臨床的技術を追求する過程において思いやりと優しさに裏打ちされた奉仕の心を育てる。三、美しいものに感動し 自然と人間のあり方を探求する環境教育宇宙では人間をはじめすべてのものは固有の生命を持ちどれが中心ということはない。息として生けるものはすべて生かされているという自然観を敬う心情を育てる。最寄り駅は JR 東日本郡山駅万越再線郡山と大駅第一両、第二両校舎から徒歩5分程度の場所に2等設置。 平成26年度フィリピンデラサール大学平成27年度フィリピンデラサール大学平成28年度フィリピンデラサール大学平成29年度フィリピンデラサール大学平成30年度フィリピンデラサール大学2019年度フィリピンデラサール大学ありがとうございます。